はい、じゃあいよいよ3回戦目、わ最終戦かな、最終戦だと思う多分、うん、うん。じゃあ今回もまたちょっとこのロンドンを中心にわかりやすいからね、東西がね、やっていきたいと思います、はい、じゃあ、うん、どうする、じゃんけんで決める、あそうね、先攻、なぜならこのキングストンが、はい、さっぱりわかんないあそうか、最初はグー、じゃんけん、はい、勝った、どっちがいい、じゃあ後ではい、キングストン、キングストンってどこなんだろう、なんかイギリスっぽい名前だよね、うんうんうん、私もそう思ってた、イギリスっぽいってロンドンあるやんここに、うん、いやだからさ、ロンドンって結構南の方なんだよね、イギリスの中でね、うん、うん、じゃあ北に置こう、うんうん、いいと思います、はい、サンティアゴ、こっちです、なんで、え南米、なんかアメリカの方面、一応さそう、そっとスッと置くんじゃなくてさ、うん、なんかこう入入してる、いや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 、このなんかこの予想をさ、うん、言おうよ、じゃあアメリカ方面だと思うので、モンテビデオってどこだろう、え聞いたことないよ、これあるよこれ、え本当、場所わからんよ、ただなんかモンテネグロとかだったら聞いたことあるけど、モンテビデオ初めて聞いたよ、モンテビデオって、うん、なんかフランスとかにありそうな感じするよな、それにやってみようか、フランス、それモナコかわかんない、モンテビデオ、これわからんな、これわからんな、うん、次どうぞ、えちょっとかん待ってよ、チェックするか考えてるんだから、モンテビデオな、まあするしするか、はい、ニューデリーです、これは簡単やね、ニューデリーはね、でもどっちに置こうかなっていう感じ、ニューデリーはここに置こう、はい、まあ、そうなるよね、安定の、ブダペストはさ、うん、多分、うん、中東方面だと思うんだよね、うん、中東、中東、中東じゃない、そっか、うん、ペスト的なやつで中東じゃないよ、分からん、だからここ、ブダペスト、これさ、うん、ロンドンとチェックするのあり、いいよ、じゃあロンドンとチェックします、何だと思ってる、これ北欧特攻得意の北欧、うん、北欧編、なんかあのロシアと北欧の間らへん、あー言われてみるとそうかもしれんな、うん、確かに、いいよ、じゃあチェックします、はい、ハンガリー、でも合ってる、北緯は合ってるじゃん、うん、まあだからいいのか、はい、だからイギリスだいぶ北なんだって、そうだよね、はい、合ってました、イエーイ、これ1個こっちです、よしよし、俺のブラフが効いた、はい、で次俺、じゃあ次私、夏木さんか、うん、はい、アブダビ、アブダビです、どうしよう、アブダビ、アブディブダビ、アブダビ、私さ、アブリルダビ、んここに置くわ、なんだと思ったの、アブダビは、アブダビだってあのあそこの辺、あの中東辺、中東好きやね、ほーにしゃしゃ、じゃあ次のドーハも中東なんだよね、うーん、悩ましいとこ来た、でもここじゃない、うん、なんでそんなさ卑怯だけどひどい、だってヨーロッパより下でインドより上じゃん、じゃあヘルシンキ、これ簡単だよ、ヘルシンキ私上、うん、北欧だよね、うん、キングストン、うん、まあそう合ってるな、えクレムリンって言いづらかった、クレムリン宮殿知らないな、キングクリムゾンみたいなやつ、クレムリン宮殿ってあれロシアかな、ロシアのイメージだけどな、めちゃむずくないこれ、うん、アブダビが中央、中東だと思ってんだよね、うん、じゃあここにしようかな、え、ま、間に置くの、なんか、うん、ロシアって全部こっち側に寄ってる感じしない、あそうか、いろんなものが、だからこれがロシアであればね、いやだな、なんか
はい、これまたこれさ、何、ワルシャワだよ。ワルシャワどこ、ワルシャワ条約じゃん。ワルシャワです。微妙。ワルシャワ私この間に置く、入る中東。いや、ワルシャワはロシアだって。あ、そうなの、うん、のイメージ。ワルシャワ、この位置関係がよくわからんけど、まあこっちかなみたいな。ダッカはね、わかるよ俺。はい、これパキスタンだよ。へえ。なぜならさっき出てきたから。そうだっけ、うん、全然覚えてないや。パキスタンはインドより北だったはずなんだよな。ここに置こうかな。微妙な位置だね。絶妙な位置と言ってほしい、ね、絶妙な位置だね。はい、いいよ別にチェックしても。いや、チェック怖いからいいよ。はい、バンコク。バンコクね、うーん、じゃあニューデリーとダッカの間にします。バンコク、タイのバンコクだよね。うん、うーん、ニューデリーってそんなに下にあるかな。これ結構悩むな。うん、これチェックしていい？あ、どうぞ。はい、結構南の方だったっけな、うん、やめとこ。やめとくんかい。はい、あ、私だよね。じゃあ俺だよ。あ、そこ、ごめん。はい、生徒、うん、これはもう完全に中東だよね。うん、中東は、どう微妙な位置だね。中東は分かんねえんだよな、うん、逆にこの流れで、じゃあアブダビとワルシャワの間に入れてみようか。ああ、でもいいんじゃないかな。はい、入ってるこれ。バンクーバー簡単。はい、バンクーバーです。バンクーバーか。バンクーバー。クーバー簡単じゃん、クーバー。バンクーバーでもどこに入れようかなっていう感じだけど。この間。はい。ナイアガラか。うわ、ナイアガラもカナダだよね。これどっちのナイアガラなの、うん、カナダじゃないの。バンクーバーもカナダだよね。うん、バンクーバーってどこだったっけ。でロンドンより南だよな、うん、あ、微妙だなこれ。ブダペストが分かんないんだよな。いや俺ここに入れてみようかな。うん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 、バンクーバーって結構西海岸に近いイメージがあるんだよな。ああ、うん、さてじゃあ答え合わせ、あ、終わりか、いきますか。はい、ラスト答え合わせのじゃあ予想を。難しいな、うん、サンティアゴってどこなんだろう。この辺がいっぱい間違ってた気がするんだよ。この辺がもうめっちゃ適当だったやん。怪しいな。4つですか。私3つ。あ、今回そうか。ん？チェックしてないのか。チェック1回したよ。合ってたんだ。うん。はい。そうか。はい。キングストン。全然違うし。ジャマイカじゃん。俺はまあじゃあ合ってる。じゃあこれ合ってるね。うん。合ってるね。はい。これが1枚違うだけ。はい、1枚違いました。クレムリンってどこなんだろう。俺ロシアだと思うんだけど、うん、ロシアのイメージだけどね。あ、ロシア、あってた、これモスクワじゃん。しかもモスクワだ。俺ほらモスクワって言ったよね俺。うーん、モスクワとは言ってないけどこっちの方って言った。合ってる？合ってるよ、東京だから。合ってるよ、あの東の方に行けばいいから。ワルシャワは？あ、やっぱりか。これ間違ってるってこと？間違ってるね。うん、こうなら正解でしたね。あ、そうか。うん、残念でした。これでも、あ、そうだ。次のを見なく。エルサレム合ってるだから。うん、合ってると思う。合ってた。合ってる合ってる。はい。これも合ってるんだよね。え、こうなると違うけどね。あ、そうか。こっちの方が東にあるから。アブダビって結局どこなんだろう。アラブ。合ってるか。うん。数字が大きくなればいいんだよね。うん。
です。なんか、なんかイメージ通りだね、ここでも。うん。イメージ通りだったね。で、モンテビデオ。これが怪しい。あ、やっぱり。南米か。でも合ってんじゃない、これ。西だから。じゃあ、西だから、本当はそっちに行かないかんから、間違ってるよ。あ、そうなの、ね、うん。だって、これより西にあるんだからさ。あ、そっか。うん。もうすでに3つじゃん。やべえな、これ。もっと出るぞ、これ。これはもう、被害がこれじゃ済まないよ。くく。西より、これより数字が大きくていいんだよね。そうです。西の数字が大きい。ああ、これは当然そうだよね。まあ、そうだよね。あ、結構いっちゃったな。ああ、両国も高ってる。うん。バンクーバー。はい。はい、あ、意外と西に行く。うん。よかった。問題はこのサンティアゴだよね。よいしょ。ティアゴ。ああ、ティアゴ。チリか。これアウツ。はい。あ、やべ。4枚になっちゃった。これでもう旦那様の方が。うん。合ってるじゃん。じゃあ、北緯よりちっちゃくていいんだよね。うん。ブタペストは。はい、まあ合ってます、ね、ハンガリーさっき見たもんね、うん、ドーハも合ってると思う。ドーハもまあ合ってますね、うん、合ってる合ってる。問題こっからよ。これ合ってると思うよ、これ全部。いやダッカがほら23。あ、ギリギリ。これ来るんじゃないこれ。いやバンコクほら13。ニューデリー来るよこれ。プープーこれ間違ってると思った今よかったな。はい、確かにこれちょっと俺チェックしそうだったもんね。うん、ね、はい、1,2,3,4,5 枚でした。間違い。でも結局これが2点取って、はい、やっぱり、はい、ゲームに強いのは僕の方でした。ねえ、はい、ほらこの後私5枚です。これ何ダブルスコアだよこれ2,4,6や9、あ惜しい。ああまあ楽勝ですわ。ロンドン基準にしないと分かんないけどね。まあこれ今日結局はやってみたんですけど、はい、うん、ホノルルは1回も出ませんでした、はい、ね、ホノルル基準にするとね、これはこれでまた、うん、なんでホノルルっていう対面したんだろうねこれ。ホノルルを基準にすると、うん、整形が結構いってるから、うん、これちなみに対象年齢10歳から99歳です。10歳難しくない？ 10 歳はちょっと厳しいし、99歳も結構厳しいんじゃないか。分からんよ、いろんな国に行っとって案外詳しいかもしれない。これ結構面白かったですよ、うん、あの旅行好きの方は、うん、ぜひ、ね、遊んでみてはいかがでしょうか。そう、意外とね位置関係がね、うんうん、細かい位置関係がねこの辺りとかね、どっちが上なんだろう。もうなんか尋常じゃないぐらい知恵熱が出る。考えすぎだめちゃくちゃ頭が疲れてくるね。俺がロシアで当てたクレムリンね、うん、俺が当てたやつね。なんか俺が感が強いですね。ナイアガラも当てたよこれ。結構俺率いいんだよ俺、うん、打率良かったよ。打率良かったね、確かにね、うん、というところで、うん、終わりにしたいと思います。はい、またなんか別のカードゲームやったら、うん、あったらやるかもしれないです。はい、またね。シリーズ化するかな。